レッドロックアウトドアギアのトラベラーダフルバッグのご紹介です。メイン収納の容量は約48リットルと大容量となっており、旅行カバンとして役立ちます。バッグの外側にはモール対応のストラップが付いているので、ポーチなどを増設することが可能です。ストラップ表側には半円柱形のポケットが付いているので、小物の収納などに便利です。バッグの両サイドにはファスナー式のポケットが付いており、内部にはメッシュポケットが2つ付いています。次はメイン収納内部のご紹介です。4点のバックルを外し、ファスナーを大きく開けることができるので、取り出しやすい構造となっています。バッグ内部にはクッションパッドが入っているので、収納物をしっかりと保護してくれます。フラップ裏側にはメッシュポケットがついており、ポケットの内部はフリース素材となっているので、サングラスやメガネなどを収納することができます。メイン収納内部にはファスナー式の仕切りがついており、収納部を3つに分けて使用することが可能です。必要のない時にはこのようにバッグの底に折りたたんで使用することもできます。また、底の部分にバックル付きのストラップが装備されているので、収納物をしっかりと固定することが可能です。手提げバッグ、ショルダーバッグ、バックパック3種類の持ち方ができるようになっています。ショルダーストラップの裏側はメッシュ素材となっているため、通気性が良く蒸れにくい仕様となっています。また内部にはクッションパッドが入っているので、肩を保護し痛くなりにくい作りとなっております。キャリーハンドルを使用する際、必要のないショルダーストラップはバッグの底部分のポケットに収納しておくと邪魔にならず使用することが可能です。以上、ミリタリーショップレプマートがお送りしたレッドロックトラベラーダフルバッグのご紹介でした。